らいいですか。家にちょっと一瞬行かない。いいの？いいの？いいの？こっちにいいですか？ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ダメです、ダメです。ダメですか？ダメです、ダメです。時間ないです。時間ない。これ諦めよ。プレイ ID もそこにあるよ。はい、こちら。プレイ ID のお店になります。はじめさんのプレイ ID での買い物行きたいと思います。はい。はい。よーい、スタート。もうね、これが可愛いわけ。これバコチだよ。もうこれね、両方買いたい。本当に素晴らしいお客様。17,600円ですね。こちらが26,400円です。やっぱカットジャガードなのでちょっと、ね。まあそうだよね、ジャガードだもんね。ちなみに264と176足したら、はい、4,400円です。全然いける。まあ子供はこうでもできちゃうしね、これ。うん。でもこれかわいい。かわいいわ。これ、みねさん着てたじゃん。そう、私が今着てるシャツの。そうじゃん、そうじゃん。展示会レポの時に私が着てたんだよね。ピンクのピンクシャツを今回同じカラーのニット合わせてレイヤードしてみました。で、結果私はこの色を買いました。買えたんだ。ここに7分半。え、この柄は？そう、わかるわかる。なんかね、それマコチっぽいよね。でも私こっちなんだよね。意外、絶対こっちだと思う。マジで？マコチって毎日が本番でしょ。毎日が本番、ね、どうですか？できちゃったね。こっちの方が毎日が本番かな。ああ、なるほどね。じゃあちょっとこれキープしよう。そうだね、キープ。あー、そのスカートね、すっごい人気なんですよ。やっぱり超可愛いんだけど。そう、裾がね、スリットが二手に分かれて、こっちとこっちね。そう、二つ入ってる。ちょっと待ってよ、これ可愛いじゃん。こういうこと？あ、そうそうそう。あ、似合うね。私、ハット似合うみたい。かわいいよ。かわいいよ。かわいいよ。はじめさん、残り6分です。あ、やばいやばいやばい。これさ、かわいいね。すっごいかわいいね。はじめさんって、こういう格好に、こういうハットかぶってそう。うん、うん、そうだよね。うん、かぶってそう。なんか、ここ結構マッチしてるなって、自分でも思っちゃった。うん、いくら？9,480円。はい。10万円の中にこれを入れるか否かでしょう。でも似合ってるからな。これ何？品番的に何？ワンピー？トップス？え、ワンピース？ワンピース品番なんですけど、結構ミニだね。そう、でも、うん、下にタイトなパンツとか私が履いてるようなデニムみたいな合わせてもいいし、なるほどね。そういう風にコーディネートする場合は、うんうん、ウエストをマコチが持ってるようなベルトでキュッと絞ってあげたりすると、すごいバランスも綺麗で可愛い。これにさ、フレアスカートだな、私が合わせるとしたら。ベルトすればいけるかも。そうだよね、うん、これ可愛いね。ワンピースの形はストンと落ちるラインなんですよ。はじめさん、ちなみにさっきのハット入れたら、うん、53,480円です。待って、今ってさ、私これとこれと、あのスカートと、はい、ハットの4点スリットスカート入ってないです。スリットスカートは入れます。ちょっと待ってね。残り5分です。あ、意外とね、なんかそう、時間ないんだよね。うん、この長さがめっちゃいい。わかる。結構長めだよね。そうそうそう。しかもこの幅がね、結構広めなの。しっかりウエストホールドしてくれるし、うん、バックスタイルとかもギャザーが入ってるから見栄えもすごい綺麗でね。これは華やかになると思う。こういうね、ネイビーのフレアスカートすっごい本当に探してたの。これはリアルに欲しい、マジで。26,400円。25,280円。あ、すごいじゃん。ってことはもうアクセだよ。あ、ちなみにはじめさん残り1分。やばい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 。でもアクセだよ、もう絶対。いや、5,000円結構難しいね。で、これさ、白沢さんがすごい大絶賛してる、うん、でもかわいい。これ6,930円なんですけど、これ10万円オーバーしちゃうんですが、いかがでしょうか。かわいいので OK です。やったー、本当にやばい。というわけで、はじめさんの10万円お買い物企画終了です。終了です。わーい。ちょっとコーディネート組むの楽しみだな。はじめさんはセルフォードの PR なんですけど、うん、フレイ ID のお洋服もね、そう、めちゃくちゃ好きなんですよね。そう、普段からすごい取り入れてるんで、いつも展示会になると、うんうん、マコチのベスト5を必ず聞くんですよ、うん、そう、毎回はマコチはマコチらしいもの。今回のこれとかもそうじゃない？だってつい売れ線でしょ絶対。そうなの、うん、でうちのブランドの中のやっぱすごく売れる品番をマコチはいつも着てる、うんうん、ちょっとじゃあコーディネート組みますか。じゃあ一コーデ一コーデで着替えたので行きます。すでに
私割とインスタイルをすることがすごく多いんですけど、アウトスタイルでちょっと今回コーディネート組みたいなっていう風に思って、ワンアイテムワンアイテムはすごい普段のこうコーディネートに取り入れてるアイテムなんだけど、このアウトスタイルっていうのがすごく新鮮で、なんか今回ちょっと選んでコーディネートしてみました。このトップスは、まあ、胸元も開いてる感じもあるし、シルエットもすごい女らしいから、すごく色気が出てますよね。出てますよね。2着目着替え終わりました。じゃーんシックにまとめてみました。まあ、両方ともこれ10万円の中に入ってたアイテムなんですが、ネイビーとブラックをあえてこう合わせてシックにまとめてみました。上がちょっとシックなので抜け感というかちょっとポイントで、ターコイズのこのサンダルを合わせたところがポイントになってます。本当にさっき言ってたけど丈感がさ、ぴったしで、私身長165センチなんですけど、やっぱり165センチあるとピタピタでこういう感じで着たいのにちょっと短かったりとか、これだって思うものないんですけど、これは本当にぴったし。しかもね、これ中にこれねちょっと膨らむような、そうだから、この膨らみのガジが入ってるからこういう膨らみがあるんだろうなって思って、タックもねかなりたっぷり入ってるしね。そうだよね、これおすすめです。めちゃくちゃシックなコーディネートの2着目でした。参考で着替え終わりました。かわいい感じ。この帽子がポイントなんですけれども、かぶった瞬間にこれだって決めた帽子、似合ってる。帽子を取ったらちょっとコンサバティブ、だけど帽子をオンするとまたそこでちょっとモード差が出るんで、今回のこのコーディネートに帽子を加えたのはそこです。あんまり私ストライプのアイテムって普段シンプルに取り入れないんですけど、合わせのストライプっていうのがちょっと挑戦的な感じと、普段から着てそんな感じ出てる。あ、ほんと。洋服がワントーンだから、ハットを添えてあげることで、ちょっとメリハリがついて、ねえ、バランスがいいですよね。かわいい、この帽子かわいい、おすすめです。3着着替えましたけれども、いかがでしたでしょうか。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どのコーデが超可愛かったよ。本当、いつもの自分に一つポイントというか新鮮味、みたいなのを足したんだけど、どうだったかな。出てたよ、ちゃんと。本当、このコーデもすごい新鮮だったし、2着目のコーデ超私も2着目が一番好きだった。そうだよね、一番しっくりきてた自分に。皆さん2着目が初めはおすすめです。はい、でも本当にびっくりしたのが、この10万円企画っていう企画をやって、これだけ10万円で買えるんだって思っちゃった。分かる。だってこのピアスも、ね、さっき紹介してなかったけど、これもね、入ってるもん。10万円を手にこう持ってお買い物することってあんまないかもしれないけど、でも5万円だとしても半分ぐらいは買えるって思うと、そうね、久しぶりにすっごい買い物欲が湧いちゃった。ワクワクしたよね。ワクワクした、本当に、ね、分かる、うん、楽しかったです。本当にありがとうございました。ありがとうございます。というわけで、はい、撮影以上になります。お疲れ様、頑張りました。じゃあご飯食べに行きましょう。はい、食べ行きましょう。お疲れ様。お疲れ様。